はい、どうもヒログランスです。今回ですね、その今年のね、お盆にちょっとその同級生との集まりがあったの でそこでそのタイムカプセルをね、開けたので、こちらをね、ちょっとあの開けたいと思います。はい、こちらがね、タイムカプセルですね。タイムカプセルの中の一部の僕のやつですね。はい、10年後の自分へと書いてあります。はい、こちら中身ね、開けていきます。はい、いやでもこれね、10年ぶりに開けるんですよ、この封をね。いや10年ですよ、早くないですかね。あんま何入れたか記憶ないんですけども、なんかすげえこの塊はありましたね。ね、塊があります。はい、こちら開けていきます。いやもう10年か。さあ開けていきましょう。おー、このすごいね、なんかいっぱい入ってますね。塊とりあえず見ますかね。塊ね、はい、塊は消しゴムです。消しゴムです。なんか顔書いてあんな。なんか書いてあんな、これな、顔書いてある。なんか、なんかこれ、なんか書いてあるぞ、こいつね、なんかね、顔みたいなの書いてあって、腹筋割れてて、なんか下にも大事なの書いてあるね、これね。やばいね、名前もなんかマイケルって書いてあるよ、これ、うん、なんか知んないけど、マというかさ、カタカナでさ、だけひらがななんだよね、これ。このカタカナ分かんなかったんかなっていう感じですかね。このマイケルって書いてあります。はい。けだけひらがな。はい。謎ですね。はい。消しゴム。だってもう、セロハンテープがもう黄色ですからね、これね。マイケル消しゴムですね。はい。次。次は、何これ、ジャンプの表紙だ。ジャンプの表紙、ジャンプの表紙、これでもあれですね、ここの時にやってたアニメが漫画か、何やったか覚えてますね。はい、覚えてるっていうか、おめでってことなんですけども、これでも大激突エニエスロビーって書いてあるけどさ、これさ、そんなに古くなくね、これ。あれ、俺開けたかな、一人で自分のやつで、自分の追加した感じ、これね。本当にそんな感じだって。三神三国無双4だな、今だって7ですもんね。いやー古いですね。だってルッチとね、ルフィですよ、これ。で、しかもボーボブいるしね、ここにね。ボーボブいる。はい。うん。なかなか古いであれですね。じゃあもう、エニエスロビーからもう10年経ってのワンピースっていうことですよね。はい。うん。それと、あと、テストが入ってます。テスト入ってる。これやばいな。テスト入ってる、ほら80点ね、なかなかいいじゃない、いいかな、ほら80点ね、80点。裏もあるんですよね、裏ね。なんかね、書いてあるね、ここが監修って書いてる。もしバカですね。で、こいつもね、この納税の義務を内絶って書いてある。見ます、これ。内絶ね。え、なにこれ。養うっていう字に、あるじゃないですか、この養うっていう字のこれね。なんて読むんだろう、これ。
や、だからこれ今でも要点って書くかもしれないですね、これね。なんだろう。あと、穀類。穀類ね、ちょっと欲しい。存続する。族ってなんだ。属性の属かな。ね。小学校6年生の時ですね。そんな感じですかね。入ってたものはね、はい。いやー、ジャンプの表紙がね入ってた。まあ、消しゴムですね。消しゴム。マイケル化粧もね、でけえな、おい。まあ、あとは、その、なんか自分への手紙ね。これはね、ちょっと私が一人でちょっと見たいと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。